富田さん練習お疲れ様でした。今日が、まあ、最後の TKB49 の練習ということで、はい、富田さん初の皇居ランということだったんですけども、今日走ってみての感想をお願いします。今日皇居1周5キロということだったんですけど、普段5キロは結構家の近所で軽くやってるので自信満々でしたが、やっぱ慣れない場所は疲れるものだなと改めて思い、必死でした。相田さんについていくのが、はい、ペースは大体どれぐらいで走られたんですか？7分10秒。本当ですか？でも、最後走ってきて終わった時も全然息が上がってなかったんで、上がってます。この調子で、まあ、最後まで、15キロですね、大会も行けたらいいですよね。ちなみに、まあ、前の練習から1ヶ月弱、まあ、空いたんですけども、何か練習みたいなことはどんなことされてましたか？あまりお正月を挟んでたので練習実はできてなかったんですけど、短い距離の中にも坂道を入れるようにしてました、上り坂を。あ、本当ですか、はい。まあ、それもあってか今日なんか全然あのかなり笑顔で手を振って走っておられたので、はい、楽しくやれるだけですね、あとは、はい、そうですね、はい。では最後、今週末に控えた、大会に向けて、意気込みをお願いします。まあ、完走することはもちろんですけど、去年は2時間ちょっとという記録だったので、それを絶対超えたいですね。年齢を増しても、速さは速くなりたいというのが自分の中の目標です。あとはやっぱしんどそうなゴールではなくて、見てる人たちがあマラソンって意外と楽そうで面白いかもって自分もやりたいなと思えるような走りをずっと16キロ通してできたらなと思います。ありがとうございます。では最後、大会僕たちも、応援してますので、はい、頑張って素晴らしいラン見せてください。ありがとうございました。ぜひ応援に来てください。ありがとうございます。